どうもみなさんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、5月29日ということで、ANA キね、開始になっております。で、今回ですね、5月の29日、ANA キュンでスーパーセールね、開催されております。またね、減額マイルキャンペーンもね、開催されているっていうふうになりますんで、 本日はね、こちらの ANA キュンと、またね、なんとユナイテッド航空でも、減額マイルキャンペーンがですね、グアム限定にはなっておりますけれども、開催されているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、もうね、5月の29日になっておりますので、ANAQ 開始になっております。ですので、ANAQ に関しては、まあ、簡単にね、紹介させていただきたいな、なんていうふうに思いますのと、ユナイテッド航空のね、減額イルキャンペーン、こちらね、非常にいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。 はい。ということで、えー、こちらね、ANA 級の公式サイトになるわけなんですけども、えー、今月はね、3周年ということで、えー、今日のね、23時59分までこちら開催されておりまして、ANA の国内線スーパーセールですね。またね、6月の15日から7月の12日の、えー、国内特典航空券減額マイルキャンペーンが、 開催されております。それ以外もね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージであったり、ANA トラベラーズホテル、またね、ANA トラベラーズ海外ダイナミックパッケージだったり、ハワイのオプショナルツアー、ANA トラベラーズゴルフ。で、またね、いつもやっている、こちらのね、フルタス納税が3倍になったり、またね、えー、ANA グラウンウェールでしたっけはい、先日ね、あの、紹介させていただきましたけども、このバーチャル空間ね、グランチップ、1290、えー、12 グランチップがもらえたり、あと ANA モールですね、あと A スタイルショッピング、ANA ポケットで、ANA フェスタ。またね、こちらは保険に入ると1500コインもらえますよ、みたいな。まあ、こんな感じのキャンペーンがやっているわけなんですけども、まあ、下の方はね、まあ、毎回同じようなね、キャンペーンやっておりますけども、 今回ね、やはり注目のところはね、この二つですよね。まずね、ANA のスーパーセールですけども、今回の対象期間は、2020年8月10日から8月の18日ということで、お盆ど真ん中のセールということで、こちらね、価格見たんですけども、結構いいですよね。 これ、お盆の時期にこの価格なんでね、えー、まだね、予定決まってない方はですね、今回のセールでね、購入していただくのはね、非常にいいのではないのかなと思います。普通にね、お盆期間とかね、めちゃくちゃ高くなりますので、ぜひね、決まってない方で、えー、利用される予定のある方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。 いつもね、私がちょっと前までですね、ANA のセールね、価格表を作っておりましたけども、その価格表が見たいっていう方は、こちらね、見ていただくと、えー、瓶のね、詳細の、えー、価格もね、見ることができますので、まあ、気になる方は、こちらね、チェックしていただければなぁと思います。で、もう一つは、やはりね、減額マイルキャンペーンですよね。 毎週ね、ANA はね、特旅マイルキャンペーンっていうのは毎週火曜日更新されるわけなんですけども、こちらはね、5月の29日、1日限定で、えー、利用することができる、減、え、額、ー、マイルキャンペーンということで、別でね、行われているって言った形になります。で、キャンペーンのね、登場期間なんですけども、6月の15日から7月の12日までというふうになっておりまして、期間がね、約1ヶ月ぐらいありますので、非常にいいですよね。で、販売期間はね、まあ、これ ANA9 なんでね、今日の23時、 59分まで、対象路線が東北、北陸、中四国、沖縄発着の一部の路線ということで、通常6000マイルのところが2900マイル、7500マイルのところが4900マイル、9000マイルのところが5900マイル、1万マイルのところが6900マイルということで、 こういった感じでね、利用することができます。で、対象路線のね、必要マイル数の詳細なんですけども、まあこちらね、あのタブで見ていただいてもね、いいんですけども、私の方でね、まとめさせていただきました。まあこちらはね、登場期間6月の15日から7月の12日ということで、必要マイル数がですね、こういった形になります。まあこちらね、スクリーンショット等々を撮っていただいて、利用していただければなと思いまして、これが羽田、札幌の発着ですね。で、伊丹、中部、那覇。 っていう感じで、まあ、こちらがね、減額マイルキャンペーンですね。本日の23時59分まで利用することができる路線になります。東京からね、こちらの路線、小松とか富山に関しては2900マイルですし、大館の城から松山、ここら辺の旅館に関しては4900マイル。東京からね、那覇路線も5900出ておりますので、めちゃくちゃいいですよね。 で、こちら大阪方面になりますけれども、関西から那覇も4900で出ておりますし、またね、中部から那覇5900で出ておりますので、まあ、こちらね、那覇に行った後、那覇から宮古、那覇から石垣の、えー、減額マイルキャンペーンもね、あの、入っておりますので、まあ、こちらで利用するっていうのも、 ま、結構いいのではないのかなと思います。で、一応ね、あの、今週の特びマイルキャンペーンも、えー、29日からですね、予約開始になっておりまして、こちらもね、一応あります。羽田からチューブとかね、先日、えー、飲んだくれてきましたけども、羽田チューブ路線とかね、3000マイルで利用することができますし、羽田伊丹とかもね、3000マイルで出ているっていう風になりますので、まあ、今日1日にはなりますけども、まあ、減額マイルのね、あの、対象路線がね、非常に多く、えー、設定されているっていう風になりますんで、 a a 9の方はね、6月の15から7月の12日なんですけども、あの、特多の方はね、5月の30から6月5日までにはなりますけども、かなりね、いろんな方面のね、 航空券、幻覚マイルで利用することができますので、ぜひね、利用されたいって方はチェックね、していただければなぁと思います。一応ね、この今週の特旅マイルはね、私の LINE 公式アカウントでね、あの、特旅とか入れていただくとね、一発で見れるようなね、あの、表で、あの、提供させていただいておりますので、まあ、利用されたいって方はね、LINE 公式アカウントもね、登録していただければなぁと思うんですけれども、これはね、本当にね、めちゃくちゃお得なんでね、ぜひ利用していただければなぁと思います。 それでは次にですね、ユナイテッド航空マイレージプラスですね。最近ね、話題のユナイテッド航空マイレージプラスなわけなんですけども、なんとグアム路線のみにはなりますけども、減額マイルキャンペーンが開始になっております。このね、羽田グアム路線っていうのもですね、先日5月1日からだったかな新規ね、あの、就航いたしまして、羽田からグアム行きがですね、ユナイテッド航空で利用することができるようになりました。で、こちらに記載されている通りですね、なんとね、え羽田グアム グアム路線32000万マイルで往復利用することができるっていう風になるんですよね。通常今ね2万マイルに設定されてると思いますので、往復でね4万マイルかかるわけなんですけども、え今回ね、減額マイルキャンペーンということで、往復32000万マイルで利用することができます。で、所税がね、あの、ネイサーチャージかかりませんので、3940円で利用することができます。で、このカラっていうのはですね、今回ね、このグアムのね、 減額マイルキャンペーンなんですけども、東京だけではなくてですね、各方面から、えー、利用することができますんで、ちょっと空港によってね、あの、所税が変わる部分がございますので、こういった表記になっております。で、こちらね、えー、私の方でね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、 それがこちらになりまして、ユナイテッド航空マイレージプラスですね、グアローセン減額マイルキャンペーンということで、予約期間は2020年の5月の30日までということで、この動画出てるの29日なんでね、ANA キュンではないですけれども、 明日までに予約しなきゃいけないんですよね。一応日本時間ということで明日の23時59分まで予約できると思うんですけれども、利用されたい方はね、できるだけ早めに予約してください。で、登場期間が6月1日から2024年12月の10日からということで、対象外がね、8月の8日から8月の20日、お盆の時期はね、対象外になっておりますけれども、まあ基本的なね、お子様の夏休みとかもね、利用することができるっていうふうになりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。で、必要マイルスに関し しては往復3万2000マイル所税が3940円からということでで対象空港はですね羽田成田大阪福岡名古屋こちらが対象っていう風になりましてまあ、どこもね3万2000マイルで往復ね利用することができますでこちらにね記載している通りですねえ通常はですね3万2000マイルなんですけどもユナイテッド航空のクレジットカードありますよね マイレージプラスセゾンとか、マイレージプラス JCB、マイレージプラス UCOB、マイレージプラス MUFG カード、定型カード会員の方は、なんとね、さらに減額されて、往復2万5千マイルなんですよね。これ、めちゃくちゃいいですよね。だから、持ってない方に関しては、片道1万6千マイルなんですけども、持ってる方に関してはね、片道1万2500マイルでね、利用することができて、年差チャージはかかわらず、所税3940円ぐらいでね、利用することができるっていう いうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。ですので、このカードを持っている方はまたね、ユナイテッド航空のマイルはですね、マリオットポイントからね、即時で交換することができますので、まあ最近ね、 あの、必要マイルス、買い手がね、ひどくて、結構、あの、うんざりしてる方いらっしゃると思うんですけれども、このキャンペーンに関してはですね、マリオットポイントから交換してもね、ま、即時で交換して、ま、すぐね、予約取れば利用することができますので、これはね、めちゃくちゃいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。ではですね、一応ね、あの、予約、どんな感じでできるのか、ちょっとやってみたいと思います。で、出発を羽田にして、で、グアムにして、えっと キャンペーンが6月の1日からっていう風になっておりますので6月の半ばぐらいにしておきましょうか。で、で、マイレで予約、往復1 2円、2、コロミこれで予約で大丈夫ですかね。まあそうすると多分ログインになると思うあ、私の場合はもうログインになってますね。はい。で、今回ね、このキャンペーンは往復で取らなきゃいけないみたいですのでこの点ご注意くださいえ。東京からソウルになってるね。えー、グアム。 で、えー、っと、2024年の6月、まあ、19から26ぐらいでいいですかね。はい。で、エコロミー。これで検索してみましょう。すぐヒットするのかなおお、すぐヒットしますね。はい。まあ、こんな感じで利用することができますんで。いや、今予約したらね、もうほぼほぼ取れるみたいな、そんな感じですね。 いや、これはいいですね。往復で検索しなきゃダメなのかな一応ね、キャンペーンの詳細には往復じゃないとダメですよって書いてあったんですけど、あ、ダメですね。あ、ダメだ。 はい。往復じゃないと、やっぱりね、2万マイルになっちゃいますんで、往復で検索していただくと、片道1万6000、往復3万2000で発見することができるって言ったがちになりますね。まあ、今の感じだとね、本当にどこを選んでもね、利用することができそうですので、これは良さそうですね。ちょっと、もうちょっと繁忙期見てみましょうか。はい。8月にしてみました。本当にキャンペーンが対象外になっている8から20はね、2万マイル設定になっておりますけれども、 まあお子様は夏休みであろう8月1日からね7日までも1万6000ですしまあそれ以降もね1万6000になってるかなはいなってますねはいしかも選びたい放題でねどこもあのー、特にね埋まったりしてないのでこれはめちゃくちゃいいですねじゃあちょっと入れてみましょうかまあこれはちょっと適当に入れてますけども はい、詳細ですね。まあ、こちら、成田からグアム、グアムから羽田。合計32000マイルプラス38ドル、えー、20セントということで、まあ38ドルなんでもうちょっと行きそうですね。3940円多分すまないですね。6000円ぐらいかかりますかね、往復でね。 まあまあまあ、それでもね、年差チャージがかかってませんので、これでね、まあかなりいいのではないのかなっていうところですね。はい、ということで、ユナイデッド航空でね、グアム往復32000マイル、片道16000マイル、カード持ってる方はね、片道12500マイルなんで、めちゃくちゃいいですね。で、もうかなり前にね、紹介したので、もう忘れちゃってる方ね、多いと思うんですけども、ユナイデッド航空はですね、ステータスマッチやってるんですよね。で、 もう動画もね、あの結構前に出ておりまして、私もね、1月の、今年のね、1月のニューヨークの帰りとかね、ユナイテッド航空でこのステータスマッチ利用して、プレミアゴールドだったかな、利用して、足元の広い座席でね、帰ってきたりしたわけなんですけども、まあこちらね、ぜひ利用できる方に関してはですね、申請してみていただければなぁと、 思います。で、このね、ユナイテッド航空の減額マイルキャンペーンがえ、今日と明日しか予約することができなくて、このね、ステータスマッチね、私がやった感じだと、あの、即時でね、反映するのではないかと思っておりまして、私はね、あの、一週間後とかでね、 あの、動画出てるんで見ていただければなと思うんですけれども、あの、即認証されたんでね、多分ね、今日やって今日すぐ、あの、反映すると思いますので、今回のキャンペーンでね、利用するのであればですね、プレミアゴールドね、持って予約すればね、足元の広い座席とかもね、指定できると思いますので、こちらね、あの、利用してみていただければなぁと思います。まだね、あの、今年の12月の20日までやっておりますし、ステータスマッチ自体もね、9月の3日開始でね、まで、えー、開始で,でき、利用することできますので、まあ 一応ね、一回利用しちゃうとね、5年間利用することができませんので、まあ私はね、あの、ステータスマッチしてね、もうね、一般会員に落ちてしまったので、あと5年間は利用することできないんですけども、もし今回のキャンペーンでね、グアム利用される方に関しては、えー、こちらね、申請していただくのもね、いいのではないのかなと思います。一応ね、もう動画出ておりますので、詳しいやり方はね、そちらで解説しておりますので、そちらもぜひね、参考にしていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、ANA、えーね、キュンがですね、5月の29日、スーパーセールと、またね、減額マイルキャンペーン、特旅マイルもね、やっているっていう風になりますので、ぜひね、チェックしてみていただければなぁと思います。またね、グアム路線に関してなんですけども、今回ですね、カードを持ってない方に関しては、往復3万2000マイル。マイレッジプラスのクレジットカードを持っている方に関しては、 往復ね、2万5000マイル、片道1万2500マイルでね、利用することができますので、非常にいいのではないのかなと思います。グアム路線に関してはですね、基本的に一番ね、少ないマイル数っていうのは、 え、エアーカナダで利用していただくと、え、片道12,500マイルでね、利用することができますので、まあ今回のユナイテッド航空のキャンペーンと、まあ、同じね、必要マイル数にはなるわけなんですけども、エアーカナダに関しては、ネイサーチャージがゼロではないんですよね。少額ね、かかるっていうふうになりますんで、多分数千円ね、え、エアーカナダの方が高くなる。またね、マリオットポイントから交換していただくと、 ユナイテッド航空はね、6万ポイントが3万マイルに交換することができますので、エアカナダはね、6万ポイント2万5 0 0 0マイルっていう風になりますんで、まあ、交換レートもですね、ユナイテッド航空の方が高いっていう風になりますので、今回のキャンペーンね、利用していただくのはね、非常にいいのではないのかなと。 思いますぜひね、予定決まってない方、今日と明日しかね、予約することができないので、まあ多分ね、今回のキャンペーンね、行われておりますけども、そんなにね、あの、埋まらないと思いますので、ぜひね、利用してみていただければなぁと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、P p 診断、マイル診断、マイルクレクション、ポイントサーチ診断で、ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひチェックしていただけると、とても 嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ